カラモン小室前の名古屋東照宮名古屋東照宮は名古屋市中区丸の内にある神社。旧社格は剣社。尾張藩書大藩主、徳川義直が父、徳川家康の三回忌である玄奈四年に大祭を行い、翌玄奈五年、名古屋城三の丸に鎮座する亀尾天皇社の西隣に東照宮を勘定し、成瀬正し武竹越正信を舞踊にして、 南天坊はまがいを同志とし9月17日、家康の心臓を祀ったのが宗師である。三、これまる東照宮とも呼ばれた。同時に西隣には、神宮寺である、天台州の御琴こと武器院も混流されている。車両は千国。創建当時の境内は3600坪もあったという。本殿は、権限作りで、老門、唐門、渡戸の、西門伝統があり、 東照宮としては、当時最も豪華であったと言われ、社殿などには、極彩式が施された、華麗なものであったという。1870年12月、神仏分離令もあって、神宮寺の御琴こと部記院が、廃寺にされている。1872年5月に損社となる。1875年、名古屋賃代が、城内に置かれることとなり、亀尾天皇社と共に、 旧藩校の明林堂跡地である現在地に仮選座した。また、後に第2代名古屋市長となる清水忠平が東照宮に徳川義直の合子をい許可を得て同年6月20日、放祭式を行っている。1876年10月、本選座1875年8月に県社に昇格する。また当時、名古屋東照宮本殿は、 旧国法に指定されていた。1898年、初代名古屋市長だった中村治が、東照宮に徳川義勝の合祀を恋、許可を得て放祭する。1924年10月28日、吉名を、義勝の五霊を、旧藩主が新たに創建したお洋神社に移して放祭する。太平洋戦争中の1945年5月14日の、 名古屋大空襲により、吉直以来の本殿を含む主要建造物が消失するが、1953年10月、県中寺より吉直の正室、春姫のお玉屋を移築して、本殿とし、再興された。1960年に愛知県の有形文化財に、また1992年には、名古屋市都市景観重要建築物と指定物件に指定されている。 江戸時代を通じて、霊祭である、東照宮祭は、天皇社の天皇祭、若宮八幡社の若宮祭と並んで、名古屋三大祭りとされた。中でも、東照宮祭は、天保年間までに、名古屋最大の祭りとなり、太平洋戦争前までは、名古屋祭といえば、この東照宮祭を指していたという。東照宮祭には、からくり人形が乗った出汁が出るのが通例であった。 これは、創建した、元那五年に、第8社に、採業の人形を乗せて出したのが、始まりとされ、宝永4年までに9台の出汁が作られるに至った。2019年現在では、東靴つい町の、ゆとり社が、ただ1台減存するのみである。例裁日は、毎年4月16日と17日である。東京大学工学部建築学科所蔵に、休備品台帳の説明に、 権限作りとだけ記載されている東照宮の社殿の約1、20スケールの精密に作られた模型が存在している。これは、戦災で消失した名古屋東照宮の社殿模型で、社殿消失前の1937年頃に調査が行われ、それをもとに制作された模型であると、大田博太郎や大川直美ら建築士屋の調査で指摘されており、 戦災以前の名古屋東照宮の手がかりを知る貴重な模型だとされている。この名古屋東照宮の権限作りの模型は1937年に名古屋反対平洋平和博覧会で行われた時、名古屋出身の伊藤流の交渉、加納も市が博覧会のために制作して出展した数ある社伝模型の中の一つであり、博覧会の後に加納が東京大学に寄贈したものである。 なお、戦災以前の名古屋東照宮の実測図はなく、修理工事報告書や文化庁保存図面も存在していない。この名古屋東照宮の権限作り模型では、戦前に撮影された10枚ある名古屋東照宮の写真と比べて一部相違点が見られる部分があるが、ほぼ姿形が一致しており、かなり忠実に設計、制作されている。模型では、現在の本殿である、 四方寄せ棟作りのお玉屋とは当然姿形が違い、久能山東照宮や日吉東照宮のような権ンゲ作りで、ちぎ、かつおぎが2本ついた瓦屋根は日和大色で、白壁や朱色の柱,の柱と扉などに国際式が施されており、模型内部も精密であり、一部の造作も作られていて、扉を開くと内部も覗くことができるように作られているなど、かなり精密に作られている。 小さな建築、模型のトポロジーイナックスブックレットボリューム7ナンバー2などで、この戦災以前の名古屋東照宮の模型が紹介された。ありがとうございます。